40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。バーダイ久しぶりにやってまいりました。ホラーナイトの時間です。やってまいったな。ごめんよ、久しぶり。あっけ。本当だ、今日めっちゃ赤いな。カズレーサーぐらい赤い。下も赤い。カズレーサー以上やったわ。本日紹介していくのは結構えぐいんですけど、はっきりと言葉が聞こえてしまっている。まあ、それは最後にやるとして、調査班ホラーナイトをやっていきます。うわ。まず一つ目の動画、深夜の無人島で井戸を発見、最大級の声が聞こえた。無人島の企画の時に貞子みたいな井戸があって、そこを取りに行ったんですけど、やこの前ちゃんとね、あの紙ドンドンっていうドン、嘘でしょ。うわ、ほんまや。どういう原理。これが反射してるわけないでしょ、絶対。まあでもカーテンの可能性もあるからな。カーテン赤いから、こっちでこうなる。まあなんかこれぐらいはもう皆さん、まあ、どうでもいい。まあこれデコピンぐらい。ほんとデコピンなんで。続いて9分34秒に、はい、なんか毛みたいなのが映る。すみません、なんで消えた。はい、ということで、前の音すだけどマイクじゃないんですよ絶対。違う違う違う、一本だけ映るってのがありえないんですよ。だとしたら常に出てる。だとしたら常に出てる。そう、常に出てる。常に出てる。そう、常に出てる。常に出てる。そう、常に。おかしいからさ、で結構下までが出ないんで、ありえないですよ、固定されてるし。前までさ、こっから出てた。そう、うん、逆サイドが いつも出てるやつは出てるって言われてたやつ、逆サイドから出てたんですけど、これはなんか違うとこから出てる。これちょっとやばいような気がするな。続いての動画です。長い間本当にありがとうございましたっていう、多分なんかの報告でしょう。いや、これはアイコンですよ。もうしすぎてわからんなってるね。44秒に女の人の声が聞こえます。はい、ということで、はい、まあ我々、はい、まあ我々、まあ我々、うわー、言うてる。何のミスもない女の人の声。すごいね、これ。でも完全に男じゃないし、今、うんって聞こえた。え、こっちで今いるの。いや、今多分いると思う。これやっちまってないですか、これ。なんかもうすごくね、女の人の声ってマジすごいと思う。うん、ありえないんだもん。そう、でもなんかたまになんかどっちとも取れるような声とかあるけど、絶対女の人の声帯じゃん、もう、うん、そう、もう出せない男が今の声とかって細すぎて信じざるを得ない。続いてマクドナルドのあのキャラの裏話。はい、都市伝説ですね、これ。都市伝のやつか。はい、46秒に声が聞こえる。これ多いなぁ。完全その手じゃん。はい、ということで本日も、はい、ということで本日も、うおー、びっくりした。なんかちょっと、えぐめのやつばっかり。ちょっと待って、若干正義調査班今日きついわ。これ嫌なやつだ、もうなんか。いや、気持ち悪い。もう編集で気持ち悪い。気づくって普通、うん、なんで気づかへんの。聞こえる声の中でもなんか嫌なやつ、うん、同じ人でしょ絶対。なんか秒数も似てるし、なんでやカットして40になってんだよ。回してる時間はもう5分かもしれないし2分かもしれない。いや、ないです。もう編集後に。あ、編集後に入ってるパターン。編集、分かる分かるって、こんなでかかった。続いて3分9に声が入ります。またこれもうやだわけよ。また声多い。私がこれでしょ。俺じゃねえわ。俺じゃねえわ。もう妖怪じゃねえけど。すごい。今のあーってやつ、あーってやつ。その前にも声入ってた。もう聞こえてる。出てる。あ、これ聞こえん。これ私がこれでしょ。俺じゃねえわ。俺じゃねえわ。もう妖怪じゃねえけど。すごい。やべえ、聞こえねえ。あ、俺わかんねえ。聞こえない人と聞こえる人が出てくる。多分イヤホン勢がよく聞こえるんじゃないか。ああ、なるほどね。続いて都市伝説の海外のあまりにヤバすぎる法律7選。ああ、面白いですね。第2回のやつです。
ツッコミどころ満載のやつやな。5分50秒でうなり声が聞こえるよ。次動画映ってるのに一人おらんかもしれない。ダサいかっこ、ダサいかっこ、ダサいかっこ。うわ、でかかる。じゃあ、それマジで。いや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 。これ正義じゃないの？いや、絶対違うでしょ。絶対近かった。かぶってるぐらいだったもんね。俺かぶってる。これやばい。声質似てるのに違う。いや、全然声質近かったよね。うん、違う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 。これやばい。どういう、え？新しい。でかすぎ。多分ね、後ろとかじゃないね。目の前で言うてると思う。ここにいるってことだ。そう。じゃないとあの音量出ないと思う。誰の声でもないよ。うん。次動画映ってるのに一人おらんかもしれない。ダサいか。いやー。もっとすごい。これはすごすぎてもう笑けてくる。最後ですね。こちらがヤバいやつです。心してみてください。だいぶやばいかったね、もう今日紹介レベチです。レベチなの？これがレベチなの？動画に入った例の声、逆再生で聞いたらあまりに怖すぎる言葉で、まあ、僕の様子がおかしくなった。逆再生機は大体めっちゃ怖い。逆再生マジで捉えは。ちょっと気持ち悪いよね。マジで気持ち悪い。3分41秒でなんか女の声が聞こえる。逆再生やだ。どうなんだろうなこれ。皆さんに聞いてみましょう。なこれ。皆さんに聞いてみましょう。気持ち悪いね。やばいの。これやばいな。やばいの見えた。リアルで。リアルで何？今。今かここか。トントン言うてるけどね。普通にトントン言うてるけど。トントンの場所で今やばいこと起きました。え？なんか俺ここ見てるから視界にここが入ってんだけど、なんて言えばいいんだろうとか、一瞬あのかけてるとかあるじゃん。はいはいはい。それがガッて下に下がった気がする。何が見えた？一瞬明らかに色がおかしくなった。銀のとこかな。かけてる。あれか。トントンが止まらないんですけど。そう。あ、キッチンからね、なんか普通に変な音ばっかりする。もうやべえもん見えてんじゃん、それ。なんかね、やべえ感じがした、なんかもう。え？動き的には何も怖くないんだけど。やべえって感じはした。なんか、やべえ、見てはいけないものを見た感はあった。怖すぎるんだが。違和感がないとそうなんだよ。そうそうそう、なんないじゃん。なんも、なんも思わないじゃん。あれでしょ、視界というか。そう、視界が、視界に入ってるとこで、黒がね、多くなったよ。続いて7分59秒ですね。はい。まあ俺ら動画でなんか多分違う言葉に聞こえるみたいな、まあそれか普通に流したと思うんですけど、コメント欄で殺してあの人に聞こえる。それがすごい高評価がついてて、聞いてみた、意識して聞いてみると殺してはめっちゃ聞こえる。ちょっとマジで嘘でしょ。聞こえるね。待って聞こえる音がしてるっていうから、それがもうめっちゃ見えてるところなんだよ、もしかしたら。今見てて歪みはやばい。今日ちょっと盛りだくさんすぎひん。これ最後気をつけて聞いてください。56秒です。こっちに来てって言ってます。ほらー。ほらほらほら、これマジだ。ちょっともうレベルが違う。めっちゃ言ってる。こっちに来てって言ってるように聞こえるし、まあ、もしかしたらそうじゃないかもしれないけど、まあ、まず女の人の声がおかしいから。そうそうそう、いずれにせよこの声は何なのっていう話だもんね。こっちにっていうのはめっちゃ聞こえる。ああ、こっちに来てって言ってるのね。ほら、まあ、だんだん弱まってる感じはするけどね。まあなんとも不気味な。いや、これはマジでやばい。ちょっとマジでやばい。逆再生する時がやっぱやばいんですよ、現象が。やばすぎる。あまりに怖すぎてあんまやらないようにしてるんですけど、逆再生また見たいって方いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。本日一番怖かったのはこの動画です。ちょっと寒いし。で、あれなんなんっていう。うん、何あの揺れ。なんか久々にすげえボコボコにされた感じが。ボコボコにされた。まあじゃあ逆再生なんかやりますか、また。ちょっと待って、やるの求めてるんじゃないですかね。これも高評価1万で、じゃあ逆再生やろうと思います。怖すぎる。高評価ってやっぱなんか分かりやすい便利な機能なんで、まあそうだね、何が見たいのかっていうのが分かりやすいので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
それでは次のホラーでお会いしましょう。バイビーバイビー。今光ったよね、今。え、今、今やばかったよ。今やばかったよ。ちょっと光ってる。何が光ってる。おお、え、何これ、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、カメラ、カメラ、カメラ。